カムイ、赤い玉あったよ。ああ、ここでの任務は完了だ。次はどこに行くことになるんだろうね。どこでも同じだ。組織からの情報をもとに赤い玉を探し見つけて送る。今までと何も変わらぬ。これからもずっと。カムイは今の生き方に不満？ああ、大いに不満だ。こんな生き方には喜びも自由も何もない。自分はそうでもないけどな。なぜだ？なぜこんな生き方を肯定できる？だって、うん、何でもない、何でもナイチンゲール。おかしなやつだ。そういえばこの間のあれ覚えているか？ああ、ジェットレースだっけ？興味でもあるの？ああ、少しな。たまには任務以外のことを試してもいいかもしれないと思ってな。カムイがそんなこと言うの初めてだ。おかしいかな。やはりやめておくか。うん、いいよ。自分も一緒にやるよ。もしかしたら楽しいかもしれないしね。そうか。玉木、ミスだ。お前たちが神田川最後のジェットレーサーだ。紅さん、間宮さん。無慈悲に居場所を奪われる気持ち、お前たちにもその苦痛を分け与えてやろう。残念ですが、大きな勘違いをしています。どういうこと？ここで言及するのはやめておきましょう。すぐに理解できると思いますか？ええ、そうですね。なら話は終わりだ。さっさとレースを始めるぞ。では準備を。ナルク、最後のレースだ。気合を入れろよ。そっか、これが最後なんだね。神田川のレーサーは全滅するからな。レースをしたくても相手がいない。ならどこかに探しに行く？どれだけ時間が残されているかわからない。甘い期待はしないだろう。それに神田川のジェットレーサーたちはみんな強かったしね。ここのジェットレーサー以上に強い人を探すとなると、やっぱり時間が足らないかもね。私に付き合って後悔しているか？ううん、微塵も微塵こ後悔してないよ。そうか、なら最後のレースも勝利で終わらせるぞ。今日は雨降り、ジェットレーサーたちも多少はクールダウンするかも。冷静な試合運びを期待します。雨、霧、構造はシンプルではあるものの、戦いの局面は無限の可能性を秘めている。絶望を見せてやろう。3、2、1、スタート。さあ、最後の試合だ。神田川の絶望で攻めるぞ。うん、カムイはそう言うならそうする。なんで？もう勝った気なのか？随分と舐めてくれるじゃねえか。
本当ですね。私たちの力を見くびらないでください。ダメージだ。まだまだ巻き返したんだ。ブースト準備万端、端子球。さよなら、ナノハナ。私の最速だ。避けようか。ターゲット捕捉しました。流れです。避けられませんよ。かっ飛ばしていくぜ。てめえ、我が力に屈しろ。いい気の流れです。都合がいいですね。これはいいね。私の速さに限界はない。リバース、私たちの全ての希望、あとは何も残さない。空っぽにしちゃうんだね、自分たちで演じよう。させるかよ。させてたまるか。奪わせません。私たちの大事なもの、絶対に。避けられませんよ。このスピードに耐えてみる。このスピードに耐えてみよう。イエッサー、ドゥーラー。このスピードに耐えてみよう。このスピードに耐えてみる。消え去るなよ。これは驚きました。思っていた以上の成績。私たちの負けるはずの当たり、この鏡を見れば私の相手をできるものはない。終わったな。うん、これで神田川のジェットレーサーは自分たちが全員倒したんだね。ああそうだ、圧倒的な力で奴らの居場所を奪ってやった。グレナイさん、今のお気持ちはいかがですか？願いが果たされたのです。心は満足していますか？カムイ、自分も聞きたい。
ジェットレーサーを全て倒した今、どんな気持ち？乾いている、はあ、私はもっとレースをしたい。風をまとい、水しぶきを上げる、河川を疾走する、全身に太陽の光と自由を感じながら。カムイ。だが、そんな相手はもういない。新たな好敵手を探す時間もない。今の私はどんな気持ちかだって知りたいなら答えてやる。私は完璧な絶望を感じている。グレナイさん、絶望を感じる必要はありませんよ。ええ、その通りです。だってほら、カムイさん、ナラクさん、さすがですわね。本当に私たち全員に勝ってしまうとは。並木に四十院か。お前たちは私に負けた敗者だ。今さらここに何をしに来た？そんなの決まってるよ。もちろん雪辱を果たすためです。なんだと？見て見て、ミサちゃん、また成長した気がする。